8歳のミックス酒屋やってきました。やってきた理由は食事を食べない、その場で動かない。ウサギでこの状態はなんか予想されますね。左目は白内障もありますね。ウサちゃんの持ち方すごい聞かれるんですけど、お尻をしっかり持つことが大事です。お腹が張ってないかしっかり触診していきましょう。やや張ってるな。レントゲンでも胃の拡張と盲腸内の微細なガスは確認できました。心拍数や体温、活動性などのバイタルは問題なかったので、皮下点滴、消化管運動促進剤、そして鎮痛剤を投与していきます。やっぱりウサギのね、食事を食べない、動かない、このようになると胃腸訴えや胃拡張がやはり起きてきてしまうので、早めの動物病院受診、これ間違いないですね。早めに連れてきてくれる飼い主さんでよかったね。病院内でチモシーは食べてくれませんでした。自分で食べなきゃね。やっぱり矯正給仕とかもね、必要になってくるんでね、しっかり食べてね。ではお大事に。はい、今日は10歳のチワワがやってきました。やってきた理由は健康診断。なんか他の動画で見たことあるな。体重は 2.8kg。 動画で活躍してるムーちゃん、たまに男の子にもなってますが、10歳の女の子です。しっかり悪いとこないか見ていきましょう。採血中にいびきしてる。でもめちゃくちゃいい子です。あ、お母さんのポンちゃんが爪の検診をそわそわしてますね。レントゲンの姿勢がいい。ポジショニング命ですからね。気管の様子であったり、心臓の大きさもこちらでチェックしていきます。ポジショニングが素晴らしい。そしてセルフエコー、いやいい子すぎるでしょ。あ、ママが心配してますね。もうちょっとで終わるから待っててね。ムーちゃんの得意技は口腔検査の補填がいらないことです。やっと終わりました。いや秒で帰ってく。検査終わったから我慢してたご飯ね。お母さんのポンちゃんは何も頑張ってないのに食べてますね。これからも元気に動画出てね。ではお大事に。はい、今日は10歳の柴犬がやってきました。やってきた理由は昼の健康診断。あ、たまに私昼働いてます。この柴ちゃんは私が3年前ぐらいから見てるんでね、開業した後もこのように昼に健康診断受けに来てくれてますね。もうあっという間に10歳超えたんだね。あ、病院のマスコット猫ちゃんが検査を覗き見してます。この子は検査が嫌がらない、もう最高の柴犬ですよ。飼い主さん曰く史上最弱の柴らしいです。いや獣医にとってはめちゃくちゃいいけどね。1年に1回会うんですが、会うたんびに何かしら問題が増えていって、今回は原因不明の顔面神経麻痺になっちゃってね、左半身がちょっと麻痺が残ってますけれども、ウィンクしてるみたいで可愛いね。健康診断と合わせてフィラリアのチェックも行いますね。そろそろ蚊出てきてるよね。検査も終わって飼い主さんが来るのを待ちぼうけてますね。10歳の柴犬だけど、血液もレントゲンも特に異常はありませんでした。また来年会えることを楽しみにしてるよ。ではお大事に。はい、今日は16歳のミンシャダックスがやってきました。やってきた理由は左前足が歩きづらぞ。16歳ともなるとどこかしら問題出てくるよね。それではしっかり体触っていきましょう。前足の痛みはなさそうですね。次は首。首は痛そうですね。触診だけでなく、しっかりと心拍数なども見ていきましょう。にしてもこの色かわいいね。ダップルもかわいいよね。それでは実際に歩いてもらいましょう。ティニアになるとね、なかなか歩かないですからね。ってめっちゃ歩いてる。素晴らしい。何度か歩様はチェックします。前に歩いてほしいんだけれども、そんなうまくはいかないよね。やっぱりビッコ引いてますね。この子は頸部椎間板ヘルニアなどを疑って消炎剤を注射することになりました。ヘルニアは腰だけじゃないですからね、首も普通になりますからね。ダックス好きの私は終始メロメロでした。ジニアのダックス可愛いな。愛犬を思い出します。まだまだ長生きしてね。ではお大事に。はい、今日は7歳のマルチーズがやってきました。やってきた理由は健康診断。犬は7歳からシニア、このぐらいの年齢からいろいろ見つかり始めますね。体温もしっかり測りましょう。うん、平熱だ。今回は頸静脈から採血をしていきます。実はプリッと血管出てます。看板猫は今日も見守ってくれてますね。爪研ぎに鎮座してる。もう一頭の看板猫はお昼寝中。他の犬猫来ても入れるくらい慣れてる。ロゲンとエコーで抑えられるのはちょっと嫌そうだね。この時期にありがちなフィラリア検査。今回は数年ぶりに混合ワクチンをこの子は打ちました。3年ぐらい抗体残ってたからね。毎年しっかり抗体化検査をしてね、ワクチンを打つべきか判断する。これ素晴らしいことですね。ワクチン打った後は病院で少々観察します。いざ尿源に乗っていい子だね。あ、でも帰りたくてそわそわしてるな。フィラリア検査も陰性で、ワクチンの影響も特になく、今回の検診は無事に終わりました。また来年受けに来てね。ではお大事に。
はい、今日はシーリハムテリアがやってきました。やってきた理由は定期検診。その中でも今日は血液検査とエコーをやってきます。体重は 11.7kg。 ちなみに皆さん、シーリハムテリアってご存知ですか？実はめちゃくちゃ珍しい犬種で絶滅危惧種に認定されてるみたい。実は凶暴みたいなんですけど、こんなことしてもめちゃくちゃいい子です。頸静脈で血が取れたら早速検査に回します。獣医師自ら検査に回します。技師さんとか獣医の中だとあんまりいないんですよね。ゴロンとしてエコーを見ていきます。この子はもともと膵炎があったりですとか、腎結石や膀胱結石などもあるので、このあたりは定期的に見ることが必要です。持ってる疾患によっても定期的に通う頻度っていうのは変わってくるので、その中でも何の検査がどれぐらいの頻度で必要かっていうのはしっかりと話し合います。もう私の説明なんてそっちのけで、なんか落ちてないか探してるな。もう絶滅危惧種なんだから長生きしなきゃダメだよ。凶暴とは思えないぐらいめちゃくちゃいい子。定期的に来てくれてありがとう。ではお大事に。はい、今日は10歳のネザーランドドワーフがやってきました。やってきた理由はお腹が張って動かない。体重は 1.02kg。 10歳のネザーランドドワーフはめちゃくちゃ長生きですね。ネットとかだと寿命5から7歳とか書いてありますからね。この子は胃拡張と訴えがあったので、点滴と消化管運動促進剤と鎮痛薬打っていきます。そして珍しくね、爪切りを希望されましたので爪切りやっていきます。やっぱり年取るとね、なかなか爪切りの頻度とかもねちょっと難しくなってくるんでね。この子はおとなしく爪切りさせてくれました。いや、そう思ったらだいぶ不満そうな顔してるね。治療も爪切りも終わって、これのチモシあげあげタイム。ね、食べないよね。チモシは食べないけど、治療が終われば、お、歩くかな歩くかな。いや、めっちゃ歩くね。もう10歳の足取りなのに軽い。まだまだ長生きしてね。ではお大事に。はい、今日は2頭のチワワがやってきました。やってきた理由は親子でフィラリア検査。年一検査は一度にやった方が早い。去年に続いて2頭一緒に検査です。体重は合わせて 4.72 ではなく、ちゃんと1頭ずつ測りましょう。ママは 1.86 で、娘は2.84。 はい、採血するからお手手出してください。この子たちは検査は手慣れたもんです。ママもお手手出してね。フィラリア検査の時は1滴分ぐらいしか採血はしません。検査も無事に終わって、おやつあげあげタイムでございます。2頭ともこの時間が大好き。娘の方はもらったものは1回落としてから食べます。理由は分かりません。検査も陰性だったから、お家でそれぞれお薬を飲んでくれました。ちゃんと飲んでるとこ見れるのがいいね。フィラリア予防薬もいろいろあるけど、毎月のことなんであげやすいのがポイントです。これで万が一蚊に刺されても安心だね。それではお大事に。はい、今日はシーリハムテリアがやってきました。やってきた理由は狂犬病ワクチンとフィラリア検査。予防シーズンだね。体温は 38.1 度。やっぱりワクチン打つ前には体温測定大事ですね。体温があまりに高い場合はワクチン接種を延期することもあります。今回は後ろ足で採血していきましょう。毛を分けないと血管が見えない。フィラリア検査の時は血液は少量で足ります。それではここから本邦初公開フィラリア検査を見ていきましょう。この検査キットで抗原抗体反応で見ているんですけれども、なんかコロナ検査の時にこれ見たことありますよね。はい、私も何度かね検査してます。これは陰性。狂犬病のワクチンを打つ前に戯れたい。これできっとねいい子にしてくれるよね。はい、いや痛いか。何度やっても注射は痛いものですね。ワクチンを打った後は副作用がないかどうか病院の近くで待ちましょうね。そしてお家に帰った後も、うん、ご飯食べてくれてるね。来年も元気に受けに来てね。ではお大事に。はい、今日は24歳のニャンコがやってきました。やってきた理由は痙攣が止まらない。突然の痙攣発作は人間でも怖い。体重は 2.18kg。 この子は5分以上痙攣発作が続いている、いわゆる痙攣重積状態。30分以上この状態が続くと脳障害もあり得る。救急ではこのような状態の子にはバイタルを速やかにチェックしつつ、血管確保を行い、抗痙攣薬を血管の中に投与して痙攣を鎮めます。ただし抗痙攣薬を入れることによって呼吸抑制が引き起こされることもあるので、そこは注意が必要です。お、ちょっとずつ痙攣が落ち着いてきましたね。それにしても24歳でとてつもなく長生きですし、なんと私の診察した中での猫の最高齢更新しました。無事に痙攣も収まって自宅に帰ることになりました。なるべく病院じゃなく自宅でね過ごしていただきたいですね。一日一日を大切に過ごしてね。それではお大事に。
はい、今日はトイプードルがやってきました。やってきた理由はエリトート。急なお腹の下しは心配になるよね。ん？これなんかよく見ると誰かの家だな。そうなんです、今日は往診編ということで、タクシーに乗って日付を回った深夜にお家に伺うことになりました。実はこの子のお家に伺うのは2回目で、今回は約1年ぶりの訪問。私めったに夜間の往診はしないんですけれども、前に往診してたこともあったので、今回は特別にですね往診することになりました。悪いとっていうの、いや久々に来たらめちゃくちゃ吠えられてる。いや寄ってくるんかい。はい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 、吠えはするけどなんだかんだ近くに寄ってきます。この子はもともと慢性腸炎もあったので、こちらへの注射と点滴を行って本日は終わりになります。往診は行える検査が限られてたりですとか、抑えてくれる方がいないのでなかなか難しいんですけれども、この子はとってもいい子で注射もスムーズに終えられました。早くお腹の調子治るといいね。それではお大事に。はい、今日は2頭のチワワがやってきました。やってきた理由は狂犬病ワクチン。1年に1回の恒例行事、身体検査も兼ねて見ていきましょう。毎度おなじみ体重これぐらい、そしてお母さんはちょっと痩せててこれぐらい。犬は1年に1回狂犬病注射が義務付けられております。たまにうちの子シニアだから狂犬病打たなくてもいいですよねって言ってくるんですけど、いやそれダメですからね。打たなくていい例としては、アナフィラキシーショックが出たりですとか、あとは重度の疾病を持っていたりすると猶予証明が出る場合があります。そちらはかかりつけの先生に聞いてみましょう。ママチワワももう14歳ですけどね、狂犬病毎年打っておりますね。親子で同時に通院すると通院ペースが下がるから非常にいいですね。もうママは注射慣れたもんですね。はい、2匹とも注射頑張りました。注射頑張ったご褒美におやつタイムですね。はい、ムーちゃんが一番最初に食べて、はい、お母さんも食べます。なんか欲しがってるな。まだまた来年注射元気に打ちに来てね。それではお大事に。はい、今日は14歳のチワワがやってきました。やってきた理由は排水種の最新。というのも皆さんご存知、ポンちゃんは数日前に心原性の排水種になってしまって、そんな時はこんなにも苦しそう。入院治療した後の最新に来てくれました。まだ入院の時につけた静脈留置が残ってますね。場合によっては使うのでフラッシュ確認、押してレントゲンを取ります。排水士の時はもう肺が真っ白でした。もともとポンちゃんは横膀弁閉鎖不全という病気を持っていて、それが悪化するとやはり心原性の排水種になってしまうチワワちゃんが非常に多いです。エコーでしっかり肺であったり心臓であったり、あとは腎臓ですね、そちらも見ていきます。横にしても呼吸は大丈夫そうですね。そして酸素飽和度のチェック、ワンちゃんはね耳で取るんですよね。 99%正常値ですね。これなら酸素も必要ないね。動画にたくさん出ているポンちゃん、なんとか皆さん応援してあげてください。それではお大事に。はい、今日は12歳の柴犬がやってきました。やってきた理由は消費期限切れの砂肝の5食。生のままだと人間でも食中毒が危ない。ちなみに私は焼き鳥で砂肝が大好きです。それでは体重は 10.4kg。 様子は全く変わらないんですけれども、今回は外装を食べてる可能性や消費期限切れのやはり食中毒の可能性を考慮して薬で吐かせることにしました。12歳ということもあって、あまりお薬で吐かせることはしたくなかったんですが、飼い主さんとのお話の上で今回吐かせることになりました。いつも使ってる吐かせるためのお薬は副作用として痙攣が起きる可能性があるので、もともとそういった力があったり、ハイシニアの子に関してはだいぶ注意して使っています。あと砂肝が大量に出てきました。無事に吐いてくれて、その後も痙攣も起きずに元気に過ごしてくれたのでよかったです。その後飼い主さんに電話したところ、今でもすごい元気に暮らしているとのことです。砂肝はすっごい美味しいのわかるけど、消費期限切れはダメだよ。それではお大事に。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。